私はマミ。これは私が小6で、弟のカズキが小1の時の話。当時カズキは体がかなり小さく、おとなしくおっとりしていて、さらに天使のように可愛いと大評判だった。私もカズキが大好きで仕方がなかったが、カズキったら、また姉ちゃんの後ろに隠れて。だって。もう、そんなんじゃ、カズキの好きな赤レンジャーになれないよ。その容姿のせいだったのか、普段私や母の後ろに隠れてばかりの引っ込み思案で、さらに動きがとろかったので、私はそんなカズキを心配していた。カズキの名前は、一番輝くって書くんだよ。だからちゃんとしなよ。うん。ちなみに姉ちゃんは、誠に美しいって書くんだよ。なんだよその反応。ごめん姉ちゃん。こんな感じで、小さかったので姉らしく振る舞いたかった私は、自分よりもまだ幼いカズキのことを心配しつつも下に見ていた。そんなある日、私たちは叔父の結婚式に参加しに大阪に行った。私にとって人生初めての結婚式だ。教会で愛を誓い合う叔父さんと、おばになるさとみさんのウェディングドレスに釘付けになっていた。ところがその後、私がトイレに寄って披露宴の席に着くと、カズキの姿がなかった。あれ、お母さん、カズキは？そう言うと同時に暗くなり、おじとおばが入場してきた。カズキが気になったが、目の前を通るおじたちを見ていると、高砂とその上がライトアップされた。え、カズキ？なんと高砂席の上のゴンドラに天使の格好をしたカズキが立っていたのだ。なんで？神父のさとみさんがカズキに天使やってほしいって。え、練習したの？さっき急に言われたからしてないよ。おめでとうございますってカゴの中のお菓子をおじさんたちに振りまくだけだから大丈夫だろ。私はその両親の言葉に驚いてしまった。カズキは引っ込み思案で臆病なのに、そんな大役できるわけないじゃない。そう思ってカズキを見ると、やっぱりおどおどしている。それでは新郎新婦の甥のカズキくんからお祝いの言葉です。その言葉に会場にいるみんながカズキを見る。もう私から見たらかわいそうなくらいにカズキはパニクっている。え、明けましておめでとうございます。カズキの大声で叫んだ言葉に会場が一瞬シーンとなった。がすぐに、あはははは、かわいいと会場は大爆笑。自分が笑われて頭が真っ白になったらしいカズキは、カゴに入ったドラジェが入った袋や花びらなんかを新郎新婦に振らせるという指示をすっかり忘れて、力いっぱいぶん投げ始めた。うわ、カズキくん、キャー。それがすべてウェディングケーキや食事にぶつけてしまい、おじのタキシードやおばのドレス、そして高砂近くの席に座ってる人たちにソースやクリームなどが跳ねる事態に。あれよあれよと式が中断する大惨事になった。ちょっと、なんてことするのよ、汚れたじゃない。ロマンティックな雰囲気がぶち壊され、ドレスが汚れたおばが激怒しながら両親に詰め寄る。父と母はいろんな意味で唖然とした後に、おばや客席の人たちに謝り回っていた。私はそんな両親を無視してゴンドラから降りてきたカズキの元に走っていった。カズキ、お姉ちゃん。カズキが私に気がついて近づこうとした時、あんたのせいで台無しよ、ちょっと可愛いからってと怖い顔でヒステリックに叫び、弟に手をあげようとした。ダメ。私はカズキとおばの間に入り、カズキをかばうように抱きしめた。臆病で私の後ろに隠れてばっかりで情けないカズキなのに、それなのに大勢の人の前で母も父も私もいない中、たった一人であんな高いところに放り出された挙句、大勢の人たちに笑われてしまった。そう思うとカズキがかわいそうすぎて涙が出てくる。カズキをかわいそうに思った私は泣きながら叫んでいた。カズキはちっちゃくて頭が悪いのに、突然こんなこと言われてやれるはずがない。おバカだし臆病だしビビリなのに、練習もしてないのに大勢の前で天使なんてできない。お父さんもお母さんもおじさんもおばさんもひどいよ。バカのカズキにこんなのできるわけないって知ってるのに。カズキがかわいそう、みんなに笑われて
なんてできるほど頭良くないのに！と、カズキをかばうあまり、私は必死にカズキはバカアピールをしまくった。今思うとカズキに申し訳ないが、それだけ急に天使役をさせられたということを周りの大人たちに知ってほしくて必死だったのだ。私が泣きながらそんなことを言うものだから、両親やおじさんに式場の人たち、さらにおばさんに同情的だった他の人たちの様子が一変、一斉に主役であるおじとおば、さらには両親を責め、特にカズキを叩こうとしたおばが一番責められる事態に。その後、私からもらい泣きしたのか、カズキも大泣きしてしまい、私とカズキは結婚式から退出して、その後のことはよく覚えてない。その後、この結婚式の次の日、両親から結婚式のことを謝られた。ごめんな、カズキ。練習もなしにできなかったわよね。マミもごめんね。ううん、もういいよね、お姉ちゃん。カズキがいいなら私はいいけど、なんであんなことになったの？それはね、母曰く、里美さんは夢見がちな人で、かなりこだわって結婚式の準備をしていたらしく、その結婚式のプランを計画している時に、おじから私たち家族の写真を見たんだとか。そこに写る天使のように可愛いカズキを見て、ねえ、この子に天使の仮装をさせて自分たちに祝福を送るという演出ってどう？とおじに提案したそうだ。おじとは私たちが関東、おじが関西に住んでいることもあって、最後に会ったのは2年前だったため、カズキの性格を知らずに、そうだな、カズキの思い出にもなるしいいな、とおばに同意して、一応両親に確認の電話をしたそうだ。ということで、カズキ大丈夫か？ああ、大丈夫だが、練習する時間はないけど、小学生でもできることか？大丈夫。ゴンドラに乗って俺たちにおめでとうございますって言って、ドラジェを降り注ぐだけだから。なら大丈夫だな、と二つ返事で OK してしまったらしい。お父さん、僕いきなり式場の人に連れて行かれて、着替えさせられて、僕無理だったよ。思い出したのか泣きそうになるカズキに、そうよね、本当にごめんね、お父さんたちが悪かった、カズキごめんな、とカズキを抱きしめていた。幸いおじ夫婦は関西で、あんまり私たち兄弟とはその後は関わり合うことがなかったが、私が結婚するときに結婚式でおじさんに再会し、結婚式後日おじに呼ばれて、カズキと一緒にあの時のことを謝られた。何でも結婚式の後、私のいとこにあたる子供も生まれたそうなのだが、おばさんが友人の結婚式に参加したとき、カズキがやったのと同じような演出があったそうなのだ。その式では無事成功した天使の演出を見て、おばは燃え上がり、もう一度結婚式をやり直す、今度こそ天使の祝福をすると暴走。新郎になるはずのおじに内緒で結婚式を計画したようだ。子供がいると結婚式ができないから、と謎理論で自分がお腹を痛めて産んだはずのいとこを、あんたの子供のせいなんだから責任取ってこの子を育てろ、私の両親に押し付けてきて騒ぎになったらしい。私もカズキも全く知らなかったが、まさかそんなことになってたなんて。さらにはその演出の結婚式をした友人にも、あの天使役の子を貸して、と詰め寄り、とうとう警察沙汰に。おじは親権を得ておばと離婚したそうだ。付き合ってた頃からずっと結婚式には天使を呼ぶんだなんて言ってて、そこが可愛かったから願いを叶えたくて、だが思えば練習もしないで天使なんてできなかったよな、本当にすまん。もういいよおじさん、僕もうあんまり覚えてないから。あれから年月が経ち、カズキももう天使ではないが、臆病な性格がなくなり、今ではスポーツのインストラクターになるくらいにたくましく育った。そして今度はそんなカズキが結婚式を挙げた。あんなに臆病で弱虫だったカズキのタキシード姿を見て、私は感極まって泣いてしまった。姉ちゃん恥ずかしいよ。お姉さん本当にカズキのこと大好きですね。自覚はしてたが、やっぱり私は自他共に認める重度のブラコンのようだ。カズキ、自分の奥さんちゃんと守るんだよ、後ろに隠れてばっかりで泣いたりしちゃダメだよ。
もう姉ちゃんたら、もう泣かないよ。ご視聴ありがとうございました。また見てね。